よと友達になってくれないかな。はい、徳川慶喜役をやらせていただいております斎神月です。前回もね、実は店舗特典用で撮らせていただいてまして、まあ、ユーザーの方に出会う、吉野くんが出会うって形なんですけど、今回もまた新しく、シチュエーションが加わっておりまして、まあ、お忍びでね、ちょっとお出かけしてしまった、彼をですね、まあ、ユーザーの方が拾うという形になっているんですけれども、まあ、ちょっとタイトルから、って思ってると思うんですけれども、その辺、めちゃめちゃ関わってきます。これ言っちゃうともったいないんで、聞いてもらわないとね、困りますからね。あ、そうなんだ。じゃあいいやって思われるとちょっと困るんで、関係してます。そして、相変わらず、結構、可愛らしい感じに出来上がっているんではないかと。まあ、自分の演技力はさておき、シナリオはめちゃくちゃ可愛いです。なので、そんなね、可愛らしい吉野部くんとのストーリーをですね、楽しんでいただけるんじゃないかと。そういう内容ですね。はい。そうですね、なんか、こう、すごい事件が起こるとか、そういうことではないんですけれども、なんか、吉野部くんの中で、人と触れ合うってことがすごい大事件だったりってするので、だからその辺の、なんて言うんだろう、高揚感だったりとか、嬉しい気持ちだったりとか、驚く気持ちだったりとかっていうのを、なんかうまいこと表現できてたらいいなと思いながら、一緒に、彼と一緒に楽しんだという感じが、しなくもないんですけれども、まあ意外とね、実際ドラマというかゲームとかの中では意外と切ない子なんで、でその切なさもあれど、本来のね、可愛らしい部分、彼の明るい部分だったりとか、そういう部分なんかもね、出せたらいいなと思って収録させていただきました。面白かったです。家ではないですね。なんか家出する理由がなかったんで、なんか怒られてちょっと拗ねて家出っていうのとかってやったことある人はいたりとかすると思うんですけど、特にそういうこともなく、だから、そのしようって思う気持ちっていうのが生まれたことがない分、まあ、特殊、吉野部の場合は特殊ですけれども、すごい、あ、こういう感じなんだみたいな、でも悪気はない、し、ちゃんと戻るつもりでもいるし、みたいなとこはあるんだろうな、なんていうのを、読みながらというか、そのシナリオというか物語を紡ぎながら、あーあーああ、なんて勉強した感じがします。将軍ね、一番偉い人だけど一番自由がない人ね。難しいんですけども、まあ、多分この役やってるからっていうのもあると思うんですけど、吉野部ってとにかくみんなが幸せであればいいっていうふうに考えてる子でもあるので、まあ、自分だけの幸せじゃなくて、なんか他の人もみたいなとかちょっと見えたりとかする部分が多いんで、それと一緒で、まあみんなが笑って暮らせてるんならいいんじゃないぐらいの将軍に、まあ別にね、街に出てなんかバッタバッタと悪いものを投げ払うだのなんだのっていうんではなく、まあ、みんな楽しく暮らせるような国を作れる国というかね、そういう街を作れる将軍になれたらいいんじゃないのかなと思いますけどね。風呂かな。
またこのような形で、単独でね、吉信くんの物語を出していただけること本当にありがたいなというふうに思っております。これも皆さんのね、応援のおかげだったりとか、そういうことだと思うので、そして、スタッフさんたちがね、頑張って書いてくださっている、それに関われていることが大変嬉しいので、ますます、この、幕末ロック盛り上げていきたいな、なんて、思ったわけなんですけども、今回、なんだろう、お色気シーンっぽいんだけど、お色気シーンっぽいわけではないみたいな、どっちかっつうと皆さんの母性本能をくすぐるんではないかという内容になっておりますので、楽しみにしていただけたらなと思っております。一緒に入ってはくれぬか。別に暗いのは怖くない。怖くないのだが、一人は…まだすごいパラレルワールドにぶっ飛んでたなと。これこそ幕末ロックみたいなことをしてますけれども、まさにね。わかります。理事長です。よくわかります。よくわかります。なぜなら生徒になれないから。ちっちゃすぎて。まあそんな中で、まあ、坂本くんたち、沖田くんたち、土方くんたちの、みんなくん呼びなのがちょっと面白かったんですけれども、うまく、こう、引っかき回すというかね、そういう形になっているっていうのが面白いのと、まあ何でもできるんだなと思いましたね。これで。幕末ロック何でもできるんだなっていうのが、ここで明らかになったんで、何でもやっていきましょう。大丈夫。いけるいける。っていう、そんな内容になっておりますんで、なんかね、見どころとかそういうことじゃないと思う。聞かなきゃいけないんだなって思う。そんな感じです。なんか全員委員会の役員じゃないけど、なんとか委員会に入んないといけないみたいな、そんな感じではあったので、例えば小学校とかだったら放送委員会だったりとか、なんか環境委員会とかさ、いろいろあって。で、あったんで、そういう、入ってない人がいるよっていうのは、そういうシチュエーションはなかったんですけども、ただ生徒会の会長さんと、まあ仲良かったっていうわけではないんですけれども、お芝居をやったときに、死神の長官役をやったんですけども、そのときに、その生徒会長が女子だったんですけども、長官様っつってなんかちょっと気に入られてしまったらしく、生徒会室に入り浸っていて、部費をちょっと野球部からくすねたことはあります。ちょっと上乗せしてほしいんだよね、っつったら。あ、じゃあ、なんとかしますっつったら、本当に一枚上がってて、これ絶対野球部から取ってるみたいな。野球部が一番多かったんで、予算がね、やっぱ甲子園だなんだってやるからみんなすごいね。ありがとうと思います。学生時代、もう、まあ今ね、こうやっていることがありがたいなと思ってるんで、戻りたいとかっていうふうには思ってないんですけども、もし戻るとしたら、まあいろいろな行事とかをもう一回ね、楽しみたいなっていうのはありますね。中途半端に楽しんでたことも絶対学生時代ってあると思うんですけど、大人になってから、あん時、ああしとけばよかったっていうのが結構あったりするんで、もうちょっと頑張っておけばよかったなとか、まあ勉強もそうですけど、あと修学旅行とか行って、あそこ行っとけばよかったなとか、そういうのがあるんで、そういうのをちょっと消化したらいいかななんて思いますけど。戻れるなら。いやもうこれは楽しむしかないでしょうという内容になってますし、これを聞いて、こういうシチュエーションもいいなとか、こういうのやってほしいなっていうのがあったら、多分スタッフさんたちの方にね、この会社の方にビャーって送っていただけたら、それが実現するんじゃねえかな、なんていうふうに、ちょっと思ってたりするんで、皆様のアイディアだったりとか、そういうのもね、盛り込んで、幕末ロック、盛り上げていけたらいいんじゃないかな、って思っているような、そんな素敵なドラマ CD。皆様のお耳のお供に、ちょっとやかましいかもしれないですけど、していただければなというふうに思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。よしよし、直輔は頑張ったね。
あとは生徒たちの自主性に任せよう。その方が面白いから。はい、またね、新しくって、まあ、あのエピソードが新しいんで、新しく、ウルトラソウルという形で、幕末ロックやってまいりました。たくさんね、プレイしていただいて、いろんな、あの、キャラクターのね、いろんな面を見ていただいて、またさらなる発展を、願っていただければきっと、そして、送っていただければね、感想なんかもね、たくさん送っていただければですね、先々いろんなことが起きそうな予感がしておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。その際にはですね、いろんなことが起こった際には、ゆしのぶくんたちも出れたらいいなと思ってますんで、忘れずに、なんて言うんですかね、プッシュをお願いできればなと思っております。この作品すごく楽しいので、なんか皆さん言ってると思うんですけれども、これだったら何やってもいいかなって、役者さんたちも言ってる人がとても多いので、そんな作品って滅多にないと思ってますんで、この作品に関われたこと大変嬉しく思ってますんで、長く関わらせてください。よろしくお願いいたします。ということで、このポーズをやんなきゃいけないって言われたんでやります。こうか。これ6と9。これで。やったよ、森子さん。ね。やんなきゃいけないでしょ。誰もやってないけどね。今んとこね。やんなきゃいけないみたいにやりましょう。レッツロック!